息ができなかった。最初は折れてる骨は全部右半身で、左は一回持ったことない。え実1週間で2回事故やってて。え、1週間の間に2回ですか？2回やってた。はい、今回は事故計5回と骨折7本の経験者に取材させてもらうことになりました。友達の先輩です。よろしくお願いします。はい、お願いします。自転車歴は何年くらいですか？自転車歴は大体6、7年。単純計算で1年に1回事故ってる計算になりますよね。そう、ロード乗り始めてからは1年に1回ペース。大体1ヶ月前ぐらいに結構大きな事故があったって聞いたんですけど。事故った時のシチュエーションってどういう感じだったんですか？普通に路地を走ってて、いきなり車輪がロックしたかなんかで体が前に飛んで、あ、ブレーキとかではなくて、とかじゃなくて、なんかいきなり車体がロックしたとかっていう感覚の方が強くて、はい、でそこでその路上のコンクリートに肩から打って、頭も打ったかな、打ったね。その日ちょっと小雨で道路が濡れてて、マンホールが近くにあったんだけど、そこでスリップした可能性が高いってことで一旦話は落ち着いたんだけど、後々になってそのホイールをちょっと、まあ、修理に出したら、はい、なんかホイールが挟んでる可能性があって、一本スポークがとんでもない方向にぐにゃって曲がって、でしかもそのなるほど、スリップではそうならないっていう感じなんですか？曲がったスポークのところも一個引っ張られた感じ、何か挟んで引っ張られた感じに浮き出てて、でなんか自転車さんの人に、多分スリップじゃない、木の棒とかなんかすごい硬いものが挟まって、で車体がロックして、まあ、体が前に飛んだ可能性の方が高いって言われて。その時スピードって結構出てた方なんですか？10キロ20キロ路地で、その日自転車の装備とかもしてなくて、車とか周辺走ってたり、まあ、後ろから来たっていうのもなくて路地で。でも逆に車来てたら引かれてた。あ、引かれてたと思う、あれは。いや、でも良かったですね。ね、そうだった、たまたま運が良かった。周囲に人とかもあまりいない？あ、でも歩行者の人は何人かいて、打った瞬間に息ができなくて、おえつみたいな感じでうなってて動けなくて、声も出せなくて、最初息が吸えなくて、そしたらもう周りの人がいっぱい来てくれて、はい、救急車呼んでもらって。意識はあったんですか？意識はあったで覚えてるんだけど、とりあえず息ができなかった。最初は痛すぎて、痛かった。で後で話すんだけど、その前事故して骨折った時よりもなんか痛みとか、その息できないって症状がすごいひどくて、なんか多分これ本当今回やったなって感じだった。え、血とかは出てない？血はね、出てなかった。擦ったところが出たぐらいで。あ、じゃあその大量出血とかっていうわけでもない？後々折ったところが真っ青になったけど、あ、出血はなかったかな。折ったのは上半身だけですよね？上半身だけ折ったのは。下半身の怪我は特には？下半身の怪我とかは特になかった。今肩は動かせる状態なんですか？肩はまあくっついてて、なんとか安定してきたってタイミングで、今手術とかにもならなくて。あ、え、ならなかったんですか？手術にはならなかった。なんか今までその7本折ってるんだけど、全部その手術とかじゃなくて、ギブスとかで固定して保存っていう骨折しかしたことがなくて。骨折ってギブスとかで固定すれば元に戻るものなんですか？なんか俺はね、そうだって基本的にギブス固定、安定するまでギブス固定してって感じだった。今まで事故ったのは右肩だけ？右肩だけ。左は大丈夫だったんですか？そう、細かく言うと肩の鎖骨と胸骨と、はい、あと肩甲骨、肩の裏の骨が折れてる、3本だったかな。事故して1週間ぐらいは寝たきりだ、痛くて動けなくて。あ、動けないレベルで痛いんですか？そう、起き上がれなかった最初。うまく、じゃあずっと病院でっていう感じですか？あ、ね、自宅療養だった。でも病院は1日で終わって、定期検診って形になって、週1で。今動かしても痛くはないんですか？痛くはないけど、でもちょっと時間経ってきたら痛いから、長時間歩くとかはまだできなくて。骨折は複雑骨折ではなくて、ただ実は2本が普通の骨折なんだけど、はい、肩甲骨だけ多分剥離骨折って言われてて。ただの骨折ではない？そう、剥離って言われた。肩甲骨だけなんか普通と折れる方向と逆の方向に折れたって言われてて。なるほど。なんだけどその方が実はいいらしくて、そのまま折れてたら多分動いてたの。
けど、普通に折れてるとなんか筋肉で引っ張られたりするときに動いたりする可能性があるんだって、はい、普通のその動くんだけど、腕の場合は逆側から折れてるから骨がしっかりがっちりくっつき合ってその動けなくなってるって、だから動かないんだって骨が、だからラッキーだったねとは言われた。あ、でも逆に後遺症とか残らないでよかったですね。そうね、後遺症手ってすごいよく使うところじゃないですか。そう、後遺症はね今回の事故残らなくてよかった本当に。肩から出た時になんか反射的に手が前に出たりっていうのはなかったんですか？急すぎて、そう急すぎて本当にここで事故るんかってぐらいのところで事故って、でしかも自分の中でも速度10キロちょいとか本当にもうめっちゃノロノロ走ってて、10キロで飛び出されてそのくらいの骨折するんですか？なんか多分体が飛んだんよね。あ、宙に浮いた感じ？宙に浮いた体が、その時ビンディングとかじゃなくて、で頭も打ったって、でヘルメットも結構傷ついてましたよね。その実はノーヘルだったんですよ。えでもなんかあの写真でヘルメット傷ついたのか、実はそれ1週間前の事故で、え実1週間で2回事故やってて、え1週間の間に2回ですか？2回やってた。3本骨折した時の事故は、はい、同じ週にやった事故でフレームがひび入っちゃったんよ。クラックが入っちゃって、専門の人に見てもらったんだけど、サイクリングできるだろうけどもう踏み込む、スプリントとかああいうとかもしっかり速い速度で巡航するようなことはもうできないって言われてて、新しいフレームを見に行くと本当1キロとか2キロの先のところに行くタイミングで事故しちゃって、あそのちょっとひびが割れたフレームでそうちょうど事故ったって感じ。ちょうど事故ってもうホイールまでダメになっちゃって、今回の事故の1週間前の事故は、うん、車体がねひび入って、体の方は大丈夫だったんですか？体まで大丈夫だった。でその時にそうヘルメットが割れた。あその時は頭を打ったってことですか？打ってる、頭を思いっきり打ってるけどヘルメットがまあ割れて。割れたんですか？ヘルメット割れた。でもその時はなんかちょっと長距離で走、あの割りかししっかり走りに行く時で、なんかヘルメットとかサイクルウェアも着てて、でなんなら同じチームメイトとかと一緒に走ってたもんで、ね、よかったんだけど、でも僕が事故、俺真ん中走ってたんよ。はい、じゃあ後ろの人巻き込まれて、後ろの子も落車しちゃって、それに巻き込まれて、そう速度って出てたんですか？その時はね20キロじゃ30キロぐらい出てて、下り坂だった。あ車とかもう後ろ来てて、もう多分後ろの車の人めっちゃびっくりしたと思う。引かれたりはしなかったですか？引かれたりはしなかった。でも下り坂だったら結構車もスピード出てますよね。前に信号があって下り坂だったの。だからその信号で止まってたんですその車は。でスタートだったから、あれで俺も本当スタートし始めてちょっと速度出た瞬間に落車して。その時はなんかくぼみとか、ね、なんかね道に結構でかい穴が開いてて、はい、前輪が引っかかったんよ。で前の子がハンドサイン あるよって、くぼみあるよって言って教えてくれたんだけど、俺そのタイミングで後ろから結構車が結構近くまで来てて距離見たくて後ろ向いてたタイミングで彼はハンドサインを出してくれたらしくて、なるほど。でしかも後ろさ向いてるとさ重心ってちょっと片方によるじゃねえかって、そうなってると、はい、体の重心が寄ったままそれ踏んじゃって、その巻き込まれたっていう後ろにいた子は怪我もなかったし、で自転車とかも大丈夫で、たまたまの、そう本当彼には怪我なくてよかったし、フレームとかホイールも大丈夫で、俺だけちょっと、まあ、ヘルメットと自転車が割れちゃったんだけど、愛車が割れたって結構ショックじゃないですか？最初はねそうだね、なんか体も痛かったんだけどそっちの方がちょっと受け入れられなかった。マジで割れたっていうのがその塗装に入ってるか中に入ってるかが分かんないような割れ方してたのね、はい、だけどその時にその一人自転車関係で働いてる子が一人いて、はい、簡単なチェックやってくれたのね自転車の、た時にあもうこれいってるって言われて、うん、分かるんです、ね、もうこれはもうなんかもう中入ってるんですね日々って言われてアウトだった。で今回の事故でそのタイヤの方もホイールの方もそうダメになっちゃって、で今回はマジでそのそれこそ新しいフレーム買いに行くタイミングでそれだったから、なんか周りの人たちに本当になんかちょっと呪われてるんじゃないかみたいな感じ言われて、なんかその聞いた話によると毎回右上半身だけ、ね、右がねいつもなんかそうだね、折れてる骨は全部右半身で左は一回持ったことない。折れてる箇所って全部同じなんですか？最初初めて事故した時が3本あばら折ったんよ。右のあばらを脇腹打って、はい、で折れて、で次の時が1本だったんだけど、その時は肩の鎖骨、同じ場所今回と同じ場所
だけどなんか先生は多分前回折ったとこと聞いた感じ違うらしくて、同じとこ折ったのかなって思ったんだって先生は、はい、だけど違う場所らしくて、今は感知してますよね。あらはね、感知はしたんだけど感覚がちょっとなくなったっていうか、はい、かなりも鈍くてなんか痺れてる感じ。あ、じゃあ触られても全然わからない感じ。ね、結構鈍い、やっぱわからない。生活に支障は出ないんですか？あ、まあ、大丈夫、出てないかな。その事故した時ってカーブとかだったんですか、うん、それとも直進？カーブが多いね。基本的にカーブが多い。1回目の事故は下り坂で急なカーブ出てきて曲がりきれなくて、向こう曲がりきれなかったんですね。そう、曲がりきれなかった。で向こうの路面にドカーンって行って。ガードレールとかですか？電柱に当たって。ちょっと特殊なんだけど、はい、その時1回目の事故は外国でやってる事故で、日本じゃないのよ。外国の事故で右側通行の国で事故してて、で右側通行だから右側に路側帯があるから、右側の方に寄りすぎて、それで路側帯にあの車輪が引っかかってバランス崩れるってことない、ロードバイクだと。でバランス崩してそのまま前にあった電柱にドカーンって行って、で2回目が方向指示器出してない車に横からいきなり曲がられて突っ込まれて、で、それは完全に車が、まあ、その時はその事故で保険会社とかも入ったんだけど、もちろんその時は損害比率もめちゃくちゃ俺の方がまあ低くて、法律上は向こうの過失ってことにはなって。3回目の事故の時はなんかね、前で自転車同士のサイクリングロードで自転車同士の正面衝突があって、じゃあ巻き込まれた感じなんですか？でそのぶつかった自転車の1台が俺の方に飛んできて、でそれを踏んじゃって俺は後ろに走ってて、で落車してって感じ。3回目が巻き込まれって。そう、3回目巻き込まれ。なんかその5回の事故で共通してたこと、うん、例えばなんか速度出しすぎてたとか、うん、毎回下り坂だったとか、うん、なんか共通してることってありますか？下り坂は多い、やっぱ1回目、2回目、4回目下り坂。やっぱ事故見ても30以上で走って落車したってことが結構多いかな。全部前に放り出された感じなんですか？肩を打ってるってことは多分そう。でもね、そうだね、放り出されたのは多いかな。でもビンディングしてても放り出されるもんなんですか？ビンディングしててもね、放り出されると事故はあるのよ。衝撃で外れてっていう。外れてとかっていうのもあるし、逆に自転車そのままくっついてきたってこともあったね。なんか事故る前って、うん、あんまり覚えてないと思うんですけど、うん、本当にこのタイミングで起きるのかっていう時に起きるものなんですか？マジでそうだと思う。本当にそうだね。なんか事故りそうな場所だなではなくて、そう、まさかこんなところでっていう感じなんですか？っていうので、そう、やっぱ正直なんか多分避けようのない事故と避けられる事故ってあると思ってて、はい、3回目その巻き込まれた自転車が正面衝突した事故の時はサイクリングロードなんだけど、起きたのが土日のお昼で、それなりにママチャリとかも結構走ってる中で、俺は練習をやっちゃったから、そこで練習速度結構出して負荷かけて走ってたから、そのくぼみに関しても、まあ、後ろの車見ないでやっぱ前見るのが基本やんね。前見とけばもう絶対多分防げてたと思うよ。ただ俺は車を見たくて後ろ見ちゃったから。やっぱサイコンとかつけてる人ってチラッて下見たりするんだけど、そうですね、そういうのって結構危ないと思うね。やっぱスピードの出しすぎとかっていうのと、その、ね、路面の状況、うん、基本ダウンヒルの時は後ろは絶対に絶対見ちゃダメ。結構攻める人っているんよね、ダウンヒルとか。レースやってる人結構周りに多くて、はい、めっちゃ攻めるんだけど、やっぱ自分と明らかに実力差があるから、彼らはしっかりバイクコントロールできるし、そういう人たちとは違うから、まあ、やっぱそこ調子乗らないで、自分のやっぱしっかりコントロールできる速度内で自転車乗った方がいい。その事故った時って骨折した時って分かるんですか？折れたなっていうのを。これはなんか分かる。痛みで分かるんですか？それともなんかゴキって言うとか。ゴキはなかったけど、手が上がらなくなるとかそういう感じですか？もあるし、なんか結構息ができなくなるっていうのは周りの子も言ってたかな。なんか本当に吸っても空気が入ってこない感じがあって、今回一番最新の事故は複数行ったって思った。あ、分かったんですね、うん、それは。腕だけ折ってても立つことはできないんですか？多分立つことはできるんだけど、その時は息が苦しくて、それとこれじゃない、立てない、うん、本当にこんなになるんだってぐらいに動けなくなる。やっぱ道にうずくまるっていうか、そういう感じなんですね、うん、自分で自転車を道からどかすこともできない。誰かに手貸してもらわないと、今回の事故もその歩道まで歩けなかった。正直続けたいとも思うし、自転車まだこんなでも、断片的にその事故の思い出が結構フラッシュバックしてきて、
あるんですね。未だに思い出すやっぱ。フラッシュバックっていうのは、そのふとした瞬間に。ふとした瞬間にいきなり車体ロックして宙飛んだ時の瞬間が。あ、そういうのって意外と覚えてるものなんですか。あれはね、覚えてる。なんか記憶飛んだとかそういうの飛んでない飛んでない。だから説明する時もある程度説明できる。事故った時ってなんかアドレナリンが出て意外と動けるみたいに聞くんですけど、そういうのは特にないんですか。あれもう骨折ってない時は意外と動ける。意外と動ける。1週間前の時の事故は骨折れてないの、自分でもなんか普通になんか感覚的に分かってて、正直割れたフレームで帰ろうとしてた。銀行袋も持ってなかったし、やっぱ自分の中でもポギたいわけで、だけど周りにめっちゃ止められた。やっぱそうですよね。ヘルメットで頭は打ってて、ヘルメットバレてたから、お願いだからやめてくれって言って、近くにいた知り合いが輪行バッグ持ってきてくれてみたいな感じで。もやっぱそういうのではめっちゃ迷惑かけてるね。確かにサッカーとかで骨折れてても意外とプレーできて、うん、終わった後に骨折れたことに気づくみたいな、よく聞くので、ね、車に突っ込まれて折った時、1本だけの鎖骨折った時の事故の時は、俺折れてると思わなくて、警察署まで2キロあったんだけど、俺自転車でこのまま買い回すって言って、骨折れたまま2キロ走ってた。痛くはなかったんですか。痛くなかった。違和感あったんだけど、その時痛くなくて、夜に肩が上がんなくなった。その時に折れてるって思って、その後に病院行ったって感じですか。でも俺もその時折れてると思ってなかった。あ、ただただ痛いだけで、痛いだけで、なんか俺脱臼とかしたんかなみたいな感じで、で脱臼とかに流してたら、なんか次の日行ったら鎖骨折れてますって言われて。鎖骨折れたらもう肩上がらないんですか。上がらない。やっぱ俺は上がらなかった。着替えができない。あ、手が上げられないから。肩を通すのがすごい最初きつくて。なるほど。着替えめっちゃ時間かかってたやっぱ。でも今回の、そしたらめっちゃ時間かかってた最初の時。ほんと親とかに手伝ってもらわないと服脱げないし、しかもね、でも鎖骨はね、自転車乗ってる人結構やってる。あ、それは聞きます。鎖骨は当たりやすいし折れやすいし治りにくい。治りにくいんですか。治りにくい。くっつくの遅いやっぱ鎖骨は。事故した時に手離さない方が俺いいと思ってる正直。でしかも事故してもいつも怪我してたから、はい、なんか事故しても怪我しない人もいるわけ。そうですね。 YouTube とかで探した時に、そういうプロ選手とかが言ってるのは、事故しても絶対ハンドルから腕離さない方がいいって言ってた。それは何ですか。多分ハンドルから手離したら、そのままさ体飛んでちゃったりし、さ自転車から体離れてるから肩から行っちゃったりするのかなって思う。多分バイクコントロールを上げるトレーニングとかあるからやる。八の字前やってたじゃん動画で、はい、あれめっちゃ俺もやってた最初の時。ああいうの意外と大事なんですか。めっちゃ大事って言われた。そうなんですね。俺はめっちゃやらされた、その周りの人たちにこれやった方がいいよみたいな。やっぱあれって事故防止になるんですか。やっぱバイクコントロール、バイク その体幹とかも、そのあとしっかりバイクコントロールできるようになるから、体勢を崩したりってないんだと思う。やっぱ今回の事故、1週間ぐらいその家でずっと安静にっていうことだったんですよね、うん、なんか親から反対されたりっていうのはないんですか。そもそも一番最初の時、最後折った骨のタイミングでロードバイクのちょっと反対されてて、だけど1本だけ折った時車に突っ込まれて、はい、その時にはもうめちゃくちゃ反対された。これが2回目ですか。2回目の時もうマジで反対された。もうなんかやめてほしいっていうの言われたんだけど、もうなんか俺はやりたいやりたい言ってて、最後押し切って自転車買っちゃった。でも多分3回目も4回目も多分反対されてるんですよね。3回目の時もそうだね。でも3回目の時折れてなかったから、そこまで言われんかったよね。4回目言えてない。4回目言えてない。ちょっと正直で、5回目はもう救急車運ばれて両親に連絡いっちゃってるからってな感じ。まあ、でも親としては、まあ、息子がそういうふうに怪我するのちょっと嫌ですよね。もうでもさすがにもう言わないよねみたいな感じも、家でもさすがに自転車乗るとか言わないよねみたいな感じで。だけど結構家で自転車のメーカーの肩枠とか未だに見ちゃったりするから。まだ乗りたいっていう気持ちはあるんですか。気持ちめっちゃあるよ。次どういう自転車なのかなとかって考えちゃったりする。あ、それくらい自転車好きなんで。やっぱね、そう続けられる運動でやっぱ楽しいと思う。本当に電気とかガソリンとか使わないで、うん、人の力だけで100キロ200キロ走れるって多分他にはないと思うから、うん、じゃあ今後もう自転車って続ける予定なんですか。でもなんか新しい趣味見つけてそっちで楽しんでいこうかな。今は新しい趣味を頑張って見つけてるんだけど、数年後始めたいなとすげえ思ってる。
近いうちは始めたい。ちょっと無理だね、周りの状況を見てなんかちょっと無理で。でもなんか5回も事故ってトラウマになったりしないんですか、うん、逆に。いやそれはね、まああるんだけど、やっぱ楽しい思い出も結構あって。一応その聞きたいんですけど、うん、その結構横着な走り方をするっていうわけではないんですよね。コースルールもちゃんと守って。そうだね。かといって自分に非がないって言ったら、まあ、自分でも結構反省するところは普通にあるかな。でももし自分もし次自転車乗るんだったら、もうめちゃくちゃゆっくり走るね。いや逆にまあちょっとあんまり不謹慎でちょっとよろしくないと思うんですけど、こういう事故を起こしたら次はもう絶対に自転車やらないみたいな決めてますか？なんか歩行者とかに突っ込んだりとかっていうのがあったらもう絶対やめる。加害者になったらそう絶対やめると思う。それは言えるね。多分怖くて乗れなくなると思う、それやったら。そっちの方が多分トラウマになっちゃいますよね。そう絶対そうだと思う。でも後遺症が残るまでの事故だったらもうさすがにやれないですよね。そうね。でもね、後遺症の具合にもよるんじゃないかな。俺そう脇腹感覚なくなってるけど、私生活に影響ないからって続けちゃったわけだから。そこででもそこまで押し切ってでもやりたいんですね。なんかね、やっぱでもこれって多分自転車乗ってる人たちしか分かんないと思うし、なんか体を動かす趣味で楽しくできる、なんか多分いろいろ他にあると思うんだけど、俺はその中でも自転車って一番楽しいし続けられる。